こんばんは、ヒューエです。では、ドラゴンクエスト11続けていきましょう。ヘイシリー、タイマーセット、時間を指定してください。20分。了解しました。20分からカウントダウンします。はい、では、いつものように、お勉強を続きしていきましょうか。一時の続きですね。一時信仰はエジプトで、無刀女神や、ハトホル女神に代わって、信仰を集め、無刀とかハトホルについてこう学ばないとよくわからないですけど、紀元前、紀元前1000年ちょっとこの辺俺ちょっとレシピも作んないとね。紀元前1000年期に地中海沿岸全域に広がった。地中海沿岸全域に広がったの地中海沿岸っていう一口に言うけど、あれでしょ、当然、イタリア、フランス、スペイン、トルコとかも含めての話でしょ。まあアフリカだったらエジプト以外もねありますけど、イジスは、デメーテル、後にはアフロディーテと同一視された。へえ、へえ。共和制末期にローマへ結び込まれて発展し、200年頃にはほぼローマ帝国全域で崇拝された。へえ、あ、だからイシスの像がローマとかにもあったんだね。へえ。エジプトすげえな。すげえなって言ったらあれだけど。ギリシャ・ローマ時代にはアレクサンドリア港の、守護女神から航海の守護女神にもなった。へえ。イシスはセトに殺されバラバラにされたオシリスの遺体を集めて、ただし弾痕は見つからなかった。つなぎ合わせて復活させるなど生と死を司る操る巨大な魔力を持つ。へえ。ちょっと今何気に、あ、まあそっか、さすがに鋭い爪はそのまま装備できるわけじゃないのね。おお、金ピカズ。イシスは永遠の処女であり、オシリスの死後処女のまま、神カッコホルスを身ごもったとされ、天上の聖母、星の母、海の母などさまざまな二つ名を持った。しかし、信者が基本的に女性に限られたため、限られたことや、信者の女性が一定期間の純潔を守ることを教義としたため、男性からの評判が悪く衰退していった。あらあらあら。やがてキリスト教の隆盛とともにマリア信仰にとって変わられた。そこら辺は一緒じゃないのか、別に。ねえ、マリアだって別にそうじゃないの？なんでさ、なんだろう、処女のまま身ごもるっていうことってなんかあんのかね？まあ、純潔を守ることも別に、まあ、あるとしても。そのなんだろうな、
ほら、いろんな、まあ、神話とかであるじゃない、少女のまま身ごもるっていうのは。ただそのまあ生物学上はちょっとありえないというか、ありえないって言ってあれだけども、なんか不自然なものじゃない。それに「オシリスの死後処女のままホルスを身ごもった」って。でもオシリスはホルスの父親なんでしょ。そこら辺が謎である。ホルスに父を与えるイシス女神像などが、イエスの母マリアへの信仰のもととなったと言われる。エジプトに、コプト派キリスト教が広まると、イシス神殿は聖母マリアを祀る教会として使用された。なんでだ、それはいろいろどちらにも失礼な気がするけどな。イシス信仰は7世紀まで続き、果てはブリテン島にまでも広がった。これってことは現代はもう信仰続いてないってことなのかね。すげえ、全部金だよ。冥府の豆知識、冥界の王を、オシリスの勉強をしてすぐに連れ出るとかな。こっちは開かないの。開かない。サイスの、イシス神殿の名文、我が、冥府を掲げる者は語るべからず者を見るべしは、真理の性格を表すものとしてヨーロッパで好んで引用された。語るべからず者を見るべし、なんでこうすごく分かりにくくなってるんだろうね。語るべからず者を見るべし、これはゴールドマンじゃないの。もっとこう分かりやすい言葉にしてほしいけどね。ノバーリスのザイスの弟子たちはイシス神殿の学生たちを登場人物としたものである。へー。オシリス神話により献身的な母や妻としての印象が強いが、他の神話的物語では強力な魔術師的存在として描かれ、その魔力を用いて父ラーから支配権を強引に奪い取ったという神話も残っている。そのため中世ヨーロッパではイシスは魔女の元祖とされることもある。へー。ただここに出てたオシリス神話がそんなに何ていうのかな、他の神話のお話と比べるとそんなに出て長い内容でもなかったから、なんだろうな、まあ献身的な妻や母や妻としての印象っていうのもそんなにね、まあ別に印象なくはないけど、そんなにめちゃめちゃ強いかって言ったらそうでもないけどね。あとまあ妻としての印象、
なんか不思議だけどな。でもオシリスの妹なんでしょ。そこもあれだし、なんかわかんない、ここに書かれてないだけでもっとすごい、もっとその献身的な妻としてのエピソードが本当はあるのかもしれないけどね。では次瀬戸市に行きますかね。瀬戸とは、瀬戸、瀬戸、セティカ、セティ、ステッカー、台風の元となった言葉っていうか、台風っていうのはさ、まあ、台風と台風ってすごい読みがすごい似てるじゃない。その語源はでも全然違うとこから来てたんだっけ。なんかその辺がすごい不思議だなと思うんだけど。でもこのタイフォン、テフォン、瀬戸がその瀬戸から台風が来てんだったら全然その前からあった話になるんで、本当に偶然だったら超すごいなと思うんだけどね。瀬戸、あ、復活してる。セトゥはセスってこう SETH で書いてあれなんで、昔このヒデさん、X のヒデ兄と、あとジキルのタスクさん、あれタスクさんだよね確か。今スラットバンクスだっけいらっしゃるタスクさんの、二人でなんか映像的作品でセス・エー・ホルスっていうなんか映像作品私が出してましたけどね。あれはもう今はもう手に入ることはないと思うんだけども、ビデオのね DVD じゃなくて VHS でね、今持ってる人がいたら本当お宝だよね。俺も見たことないし。セトとはエジプト神話における、登場する神オシリスの、弟。まあ、そこはね、あったけど。概要、砂漠と違法って違法人の違法ですね。の神であり、キャラバンの守り神である一方で、砂嵐を引き起こしているものいるのも彼であるとされている。そこから台風来てんかね。台風本当に台風はでも漢字でまあ普通に台風じゃない。台風普通に素直に台風って読む台風じゃない。だからそっちがそう、そのタイとかフーとかタイはともかくとしてフーはもうそのえっ、ー、と以前からあったってことなのかね。あれ開いた、どうなってる、えこれ何、はい10枚も手に入れてもしょうがないし、犬がいる。
おお、それは木なのか金なのか分からんぞ金で塗った木の感じがするけど、神話体系内で最も共通するそういう名は偉大なる強さ、荒々しさ、敵対、悪、悪悪、戦争、嵐、外国の土地なども象徴している。ピラミッド文書の一つにはファラオの強さはセトの強さであるとの記述がある。ヒクソスがエジプトを支配すると嵐の神であることからウガリット神話のバールとも同一視され、アスタルトおよびアナトが妻であるともされた。サハラの民に信仰された神アシュとも関係がある。セトは性欲を象徴する神ともされ、はあ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 、これもうし、むしろ信仰の対象としてあれで、はい、性欲を象徴する神ともされ、それと関連してセトの好物はレタスとされ、レタスに絡んだセトとホルスに関する逸話が残されている。これはセス・エーホルス、まあ、セト・エーホルスだったのかな。でもセス・エーホルス、まあいいか、ヒデさんの作った映像作品ね。お、ちょっと待った、え、ちょっと待って、レタスに絡んだセトとホルスに関する逸話が残されている。セトはホルスの精液を食べて妊娠したとされる。あ、ん、この方な、弟君じゃなかったっけ、違うんだっけ、オシリスの弟君だよね。セトはホルスの精液を食べて妊娠したとされる。あと食べて妊娠するような難しいあれなのですか。あ、このことからセトは両性具有とも考えられる。なんだろうな、両性具有をそんなに明記するあれなのかな。今までいろんな、その前もなんかちらっとあれしたけども、その両性の様相を持ってる神様っていろんなこの神話にいたけど、こう両性具有であることをなんていうのかな、明確にっていう風なのがなかなかないですよね。これはエジプト第19王朝時代に書かれたベッティ・パピルス銅山王アルフレッド・チェスター・ビーティ所有の古代エジプト・パピルスコレクションに記されている。あれ、レタスは、ちょっと待って、なんでレタスに、ちょっと待って、レタスは古代エジプトが原産とする説があり、4000年前にはすでに栽培されており、エジプト古王国時代の遺跡であるニアンククヌムとクヌムヘテプの墳墓には
レタス栽培を表したものとされる浮き彫りがされている残されている。ただし浮き彫りの形から判断するに、現在一般によく見かける玉磁社やリーフレタスではなく、ちょっと待って、今ちょっと大事なとこだぞ、いろんな意味で。ちょっと待ってね、あのここにおばあちゃんが飾れてるのもちょっと気になるけどね。金だったら何でもいいし、何でも飾るのか。現在一般によく見かける玉磁社やリーフレタスではなく、高く伸びた、茎や葉を食べるステムレタスに近かったのではないかと考えられている。なんかレタスの話になってきますけど、古代エジプトでは、レタスの茎から出る白い液は、精液と、かんぽされ、はあ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 、また実際に野生種に近いレタスにはラクチュコピクリン、どこで切るか分からんけど、一気にいくのかな、ラクチュコピクリン、まあいいや、という、鎮静催眠作用のある成分が含まれていることから、レタスに催眠催眠効果があると考えられ、まあまあまあ、ちょっと待って、その、鎮静催眠作用のある成分が含まれていることから、レタスに催眠催眠効果があると考えられ、あの催眠作用がある成分が含まれているから、催眠効果があることは考えられというか、別にまああるんでしょ実際に。まあ催眠効果は別としてね、レタスは精力増強剤や、媚薬や惚れ薬として食されていた。ゆえにレタスはファルスの神であるミンの象徴である。まあ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 、まあ催眠効果うんぬんはまあ別として、あのレタスが精力増強剤や媚薬のや惚れ薬だったらとんでもないことになりますけどね。まあ野生種に近いものって言ってるから、また話は違うのかもしれないけど、ちょっと待って、なんかすごいのが飛んでる、スロットマシンの化け物、これはどういう風に行けばいいんだ、こっちも飛んでた、へえ、まあ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 、今あるやつはそんなことないよね、どうせ、どっちどうせどうせっていう言い方もあれだけど、あれですもんね、レタス超食ってますもんね。瀬戸の、頭像が手にしているのは生命を、意味するアンクと、権力を支配、権威と繁栄を意味するウアノス、ワズと呼ばれる杖である。これ結構皆さん持ってらっしゃいますよね、今のところ結構な、率でも、あのアンクと、杖持ってますけど、ウアス城は、王権の守護神、普通はかっこ、男性神や王が持つとされる、普通は男性神がっていうのは、イシス神のことを持っていらっしゃったからね。ウアス城は、ヒエログリフにも なっている。ヒエログリフってあの文字ですね、聖国文字、なんだ、なんて言えばいいんだ、
古代エジプトの、文字の一つですね。ウワス城の、まあ、ウワス杖、まあ、ウワス城って読むんだろうけどね、の頭は、セトやアヌビスの頭とされる。うん、ウワス城の先端は二股になっており、古くからある、蛇よけの杖の名残であるとされる。セトは、ジャッカル、かっこエジプトジャッカルか、イコール狼、まあ、ジャッカル、まあ、狼ですね、の頭をした神であると思われているが、壁画などで表現されているセトの頭は実は土蓋のものである。うん、ちょっとまたその先にあんまり行くと俺これ結構時間、レタスの下りあたりから過ぎてんだったね。おお、はい、では一旦ここで切りましょうか。ご視聴ありがとうございました。ヒーウェイでした。バイバイ。